日今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、アキです。ミヒトもいます。お前はドキンちゃんか。イエーイまあということで、ね、ホワイトデーのファイブミナーズがね、なんか今来てるからね、白猫テニスやっていきたいと思います。さあ今回は僕がこのビビーですね、ダークさんがこれ新キャラの何でしたっけ、これ名前忘れたの。あのまあビビーとほぼ発音っていうかアクセントが一緒だけど、リリーですな、うん、リリーですね。さあハードコート弱いからね僕の端末ね。ほんとね、最強親子がね唯一の弱点としてるのはねハードコートが弱い、うん、あとコミュニケーション不足だね。それもあるかなと言いながらも、一応ガチな装備は着ているんですが、相手のサード、まあどうする？これね、グラスコートのキャラクターだったら出れるけど前にね。ああただ僕そのハードコートはちょっと怖いから、じゃあ後ろ行くか。みんなで二人で後ろをカバーする感じで。ボレーが、アキさん。呼んだ。アキさん。ごめん。なるほど、今回敵さんボレー出てくるな。やつはボレーヤーだね。うん、みたいですな。おお、ギアショットの打ち合いが激しい。これちょっとやったらな感じ、ね。やったらな感じ、ね。これね、僕が装備してるやつね、うん、敵を完全状態にして、任せとけ。いってらっしゃい。あら、おっと、狙ったとこと違う。ギアショットでスイングエリアがね、狭くなってるはずなんだけどね。相手の？うん。ちょっとドリンク取りに行きたいな。で、ピカピカのやつ狙った方がいいね。アウト。そうそうそう、ピカピカやってる方が、スイングエリアが狭くなってるからね、おすすめ。まあ、できないけども。2階までだからさ。これ2階建て ?2 階建てじゃなくて、僕のギアショット2回しか打てないの。ああ、2回ですね。そういうこと。いえ、おお、これは、ネモに打たせたくないんだよな、数場所でいけつねえから。ああ、ネモね。まあ、持ってるけどさ、確かに強いよね、もう。アキさんやろう。任せといて。いいね。あー、ごめん。溜まってるって、溜まってるって言ってくれたらいいのにね。いや、まあ隠すのがギコのゲームなんだけどね。まあピカピカ光らせて、その相方のスーパーショットを貯めるっていう戦い方もあるけどね。そうそう、俺らそれじゃん。まあ基本ね、俺なんかもう溜まったらね、俺のとこ打ってくんなよみたいなねオーラを発して、僕が頑張ってね、貯めて、実はこっちを貯めるためだったんだみたいなねそう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 、これ皆さんためになる話やで。あ、うまいうやった、ごめん取るよドリンク。だって赤かったじゃん。うーん、スーパーショットがあと1回打てばたまりますね。アキさんどんくらいなんだよ。俺はね、どれくらいかな、あとね3分の4ぐらい。なるほど、もうちょいですな。たまっとるかな、ではな、そこは。あ、4分の3と勘違いした。3分の4はたまっとるな。こいつのさこいつのって言ったらあかんけどさ、ドイツ俺のさスーパーショットさはい、いいよね。あー、イレギュラーバウンドの方。え、今なんでアウトになったの。わかんない、テクニック値は高いはずなんだけど、ね、こうなんていうの、このスピーカーさ、スピーカー、はい、キャラを寄せるんやからさ、中に、はい、ボールも中に寄せてくれたらいいのにね。それなかなかエグい性能になると思うよ、キャラクター、このキャラ中だけに。そう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 偶然だった今のは。オッケー、いい感じ。このスピーカー使い方難しいけどね。うん、あとはもう俺がスーパーセット打てば。あ、やばい、敵溜まってる。すぐ溜まるね、欲求不満が覚えてた。何いうストレスっていうか、何が溜まってるんだろう。負けぬ、よろしく。よし、任せ、おれ、ナイス。あ、これ取るわ。よー、あ、ごめんなさい。大丈夫、俺の方に来い。俺は待ってるで。アキさんが打たないとね、発動しないからさ、大丈夫俺に打たせてくれ。打たれとるがな。だから、ミキトが俺に打たせて。ごめん、今のごめん。ドリンクどうする？皆さんどう思います？あ、僕とね。まあ、ここ、俺がね、よろしく。もう、一発で決めるから。
あら、ああ走ってナイスラン。で危ない、そろそろ溜まってると思ったが、まだ行ってるで、行ってるで、よれイエー、あの俺のスーパーショットの発スーパーショット発動してから1回しかやってない俺の立場はでもなかなかいい感じじゃなかった、うん、ナイスランだったと思うよ。いやーこれねー、ハードコートなかなか勝てないから勝てると嬉しいね。そうだね、あと4回も勝たなあかんで、あー投げおーおーおーおお、なかなか鬼畜なキャラがいますの。まあ何が気にしたいけどね。まあまあね、勝てないのは勝ちましょう、勝ちましょう、まあ、確かに結局ねスーパーショットエビ人いるけどさ、頑張れば勝てるって。プレイヤースキルだよ、プレイヤースキル。そうだね、ラスト連発。このあれ文句ある？ない、ないけど、ないけど前に出てくるなあ。取るね、ちゃんと。あ、ごめんあ、ナイス、任しといてって。残念、ごめん、なんか調子悪いぞ。任しといて、あ、ごめんごめん。おいおい、どうじゃこれで、これでビビリ、あのビリビリね、ビビあのビリビリさせた状態の方に行きたかったけど、真ん中に行ってみた。え、すみません、真ん中が決まるよね。真ん中結構決まりやすいんだよね。またビリビリ、ビリビリ、後ろの方がビリビリになってますね。でもビビリって言いかけるじゃん、あいつのせいで。何噛んでんの、ビリ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 。そこはガムって言っとけ、ガム、ガムいていいよ。テニスをしよう、アウトで、いい感じ。こういうとこに来るとみんなアウトするんだね。なんでやろこれ、これが本当にビビリや。おお、アクションにビビって言うんだ。よいしょ。だってさ、プレイヤーだけ見たらさ、はい、どんな上手い人がしてるとか下手くそがしてるか分かんないもんね、キャラだけ見たら。あと今のなぜかなかった。喋ってたからなるほど、喋りに集中してたというわけですね。うん、喋りに夢中で。ああ、夢中だったんだね。残念だが、これくらいは取れる。あつさん、ドリンク取らないのかい。取っていい、どうぞ。ドリンク取り持ってのこれはジャストです。いいね、あつさん。秋です。さあ 3-0、 このまま完全勝利を狙っていきたいけど、なかなかそのねフリックに慣れないんだよね、まだ。まあ難しいですからな、慣れるまで時間が。うん、コントロールですね、踏み込みたい。やばい、溜まってる。でも俺は絶対にコントローラーみたいになるね。あのコントローラーが壊れてる時もあるから、そこら辺を気をつけて。いや、スキップがよし、アキさんよろしく、アキさんよろしく。あ、おいある意味ミラクルだよだってさ、あったもん。うわミラクルだよ今の。むっちゃ恥ずかしい。ミラクル。今のとこカットしよう。カットするの？できませんなぁ。アキさんよろしく。あ、もう任せて。よろしく。いいね、これ僕行くわ。あ、ごめん。あ、ごめん。これなんていうかしてるか。何？一人相撲を。一人相撲やっと。お、いいんじゃない、これ、このまま買ってそう。これ、まだ、スーパーショット。あ、使ってないね、アキさん。アキさんのスーパーショットも確かに有効だけど、弾の時間かからない。取るよ。あ、取った。取りますよ、そりゃ。アキさん。いやいや、緑取ったわ、ごめん。なるほど。すでにもう、なんかこう、ダメかなと思ってた。なんでやねん。諦めませんよ、最後まで。諦めて。いや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 。お、いいね。さあ、使ったぜ。ただ、右側が溜まってる。よろしく。大丈夫。これ、こんな風になるんだな。えげつな、あれ。えげつなさすぎるでしょ。まあ、こんな打てたらね、絶対負けないよね。いいね。なかなか順調にいってるよ、これ。まずは2勝と。感じですかね。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。
それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。